マズルカはフランスで開発された艦隊防空ミサイルシステム。開発はデュエル海軍兵器局によって行われた。フランスは第二次世界大戦末期よりナチスドイツのミサイル技術に興味を示しており、1944年10月にはドイツの秘密兵器研究を担当する委員会が設置された。まず HS-293 やフリッツ X といった 誘導爆弾のリバースエンジニアリングが試みられた。後、1948年には HS-117 地対空ミサイルの技術資料を参考に新規の開発が決定された。HS-117 そのものの試写は行われず、マーカー計画の名の下で設計は大きく変更された。硝酸系の酸化剤を使う点では同じだが、燃料はトンカから、 フラリンに変更された。飛行試験は1951年より開始された。しかしブースターの分離に問題があり、A1 から A5 までの改定案が順次に作成された。1954年や秋には全く新しい A6 案が作成され、速度はマッハ0.85に増加した。これは1959年より死者に入ったものの、 艦上での液体燃料ロケットの実用性に疑義を呈する結果となった。このことから、1953年6月には固体燃料ロケットを用いた超音速ミサイルの開発が検討されるようになった。これは当初はマーカー C と称されていたが、後にマサーカと解消した。マーカは1961年までマサーカのテストベッドとして用いられていた。 設計面では多くの点でアメリカ合衆国のテディアミサイルや SM-1ER に類似するがマズルカの方がやや大きく重くなっている要求仕様としてはレーダー反射断面積1平方メートルの目標2個に対して距離3万5000から4万メートル高度1万8000メートルまでの範囲で交戦する能力が求められていた当初はビームライディング誘導だったが 後にセミアクティブレーダーホーミング誘導に変更されている。射撃式用の追尾レーダーとしては C、X バンドのドラビー -51 が用いられた。発射機も、テリアと同様の連装型で、水平式のドラム型弾固を採用し、ブースターへのフィンの接合が手作業で行われるのも同様である。発射機ごとに46発のミサイルが収容されており、うち10発は、 弾からだと、ブースターが別々に収容された予備弾であった。連続発射の場合、30秒ごとに2発ずつの制射を行うことができた。システム重量としては、射撃式装置が111.5トン、発射機自体が31.5トン、装填装置が202.0トン、ミサイルが105.0トンで、合計450トンであった。ありがとうございます。